これで大玉に戻れるな。パフォーマー、パフォーマーをよこせ。たくさん出た。ちっ、さすがにこの数は厳しいな。こうなったら戦うしかない。でも敵の数が多すぎるよ。その場を動くな。え？キリアさん？翼、普通頭はドキドキしないと思うよ。あた、しまった。イツキ君、私色紙持ってない。これじゃサインしてもらえないよ。あの少年は離れて、とにかく今はここを出た方がいいかな。やっと戻ってこれたな。とりあえず二人ともお疲れさん。なんかいろいろあったけど、ほんと戻ってくれてよかった。まったくだよ。はあ、疲れた。終わったようね、トーマ君。ええ、最後はキリアさんに助けられましたけど。この二人は？青い樹とオリベ翼、俺の友人っす。あ、はい、オリベ翼です。青い樹です。マイコさん、この二人今回の件でマスターとして覚醒したみたいっすよ。マスターとして因果なものね。あなたは？私は島崎舞子。今回大玉で起こったような事件を調査している者たちの、そうね、リーダーってとこかしら。調査？ええ、ミラージュによる事件は公にはなっていないけれど、たびたび起こっているわ。こけら落とし消失事件、あの事件のこと、もちろんあなたは知っているでしょ。何人もの観客や俳優が一瞬のうちに消え去ってしまった事件ですよね。あの事件もミラージュの仕業よ。
私たちもまだ彼らの正体をつかめていないわ。ただイドラスフィアと呼ばれる空間に潜み人間たちに害をなす存在ということは確かよ。彼らは物理法則から外れた存在、兵器などの手段で駆逐することはできないわ。ミラージュを倒せるのはミラージュの力だけ。さっき俺たちに協力してくれたクロムとシーダみたいな。察しがいいわね。そう、一部のミラージュは特殊な才能を持つ人間に感応し力を貸してくれる。協力者となったミラージュの力で人類の天敵に対抗しいるもの、それがミラージュマスターよ。私たちはミラージュの起こす事件を収めるため常にマスターの力を必要としているけど、マスターの素質を持つ者はあまりにも少ないの。翼？私に協力させてください。え？うまくできるかわからないですけど、もし私にその素質があるなら協力させてください。なるほどね。あなた織部彩葉の妹でしょ？なんでそれを。私たちはあなたのことを5年前から知っている。もっともこんな形で翼ちゃんに関わることになるとは思ってもみなかったけど、5年前のこけら落とし消失事件で織部彩葉は公園を見に来ていた翼ちゃんの目の前で消えてしまった。はい。ミラージュマスターとして活動すれば手がかりがつかめるかもしれない、そう考えたわけね。私ずっとお姉ちゃんのこと探してて、オーディションを受けたのも芸能界に入れば何かがわかるかもって思って、もしお姉ちゃんの手がかりが見つけられるなら私ミラージュマスターになります。なりたいです。わかったわ、翼ちゃんこれからよろしくね。ありがとうございます。いつきくんはどうかしら。わかりました。俺にできることがあるなら協力します。いつきくん。いつきならそう言うと思ってたぜ。ありがとういつきくん、素直な子は好きよ。これからよろしくお願いします。島崎さん。なんの、舞子よ、いつきくん。私、名前で呼ばれる方がフレンドリーで好きなの。はい、もう一回。はあ、よろしくお願いします、舞子さん。いつきくん、本当にいいの？翼だけに危険なことをやらせるわけにはいかないからな。ありがとう。いつきくんが一緒にいてくれるだけで私頑張れるよ。おい、俺もいるんですけど、もしかしてお邪魔だった？そんなことないよ、トーマくんも頼りにしてるよ。仲いいわね、あなたたち。マイコさんもあと10歳若ければ混ざれたんすけどね。トーマくん、後で舞子さんとじっくりお話ししましょうか、あなたの未来について。全力で遠慮します。さて、トーマくん、いつきくんと翼ちゃんを私たちのアジトに案内してあげて。アジト？そんなものがあるんですか？秘密組織にアジトはつきものでしょ。いやいや、迷子さん、アジトってあれは。それじゃあ私はちょっと寄っていくところがあるから、また後でね。仕方ねえな、
それじゃ案内するよ、アジトにな。ここが俺たちのアジト。アジトっていうか何かの事務所みたいだけど。みたいというかそのものズバリ。フォルトナエンタテイメントって聞いたことがないか？知ってる、キリアが所属してる芸能事務所。さすが翼ちゃん。でここがそのフォルトナエンタテイメントだ。表の顔は芸能事務所、裏の顔はミラージュ事件の調査隊。それが俺たちフォルトナエンタテイメントなんだよ。で、二人には教えてなかったけど、俺がお世話になってる芸能事務所ってわけだ。どうして教えてくれなかったの？そうだよ、そんな組織に入ってるのを隠すなんて水臭いじゃないか。キリアと同じ事務所だって教えてくれたら絶対にサインもらってって頼んだのに。そっち？というか翼ちゃんのそういう反応が予想できたから教えなかったんだよ。それよりそれより、トーマくん、キリアはどこにいるのかな？ここにはいないぜ。落ち着けよ翼ちゃん、キリアさんは仕事だよ。ただでさえ忙しいのに今はライブも控えてんだ。それこそ分刻みのスケジュール、俺ですらキリアさんの顔見んの超久しぶりだったんだぜ。翼ちゃん、何してるんだ？キリアがいた空気を吸い込んでます。これがキリアが吸った空気。幸せ。どう、そうだ、二人に会ってほしい人がいる。会ってほしい人？うん、あのドアの向こうにな。ほら、翼ちゃんもいつまでもトリップしてねえで。もう少しこの空気を。
ビルの中にこんな場所が。驚いたろ。ここは俺たちミラージュマスターや高いパフォーマーを持つ選ばれし者だけが入れる特別な場所なんだぜ。この空間、何か懐かしい感じがするな。ええ、私もよ。なぜかしらね。シーダ、今までどこにいたの？どこって、翼ちゃんと一緒にいたぜ。ただ見えなかっただけだ。このブルームパレスでなら実体化できるんだよ。おい、チキ。あ、トーマお兄ちゃん。この子どこか。うん、確かに驚いたよ。まさかトーマくんが年下の女の子にお兄ちゃんって呼ばせて。で、あれ、この子どこかで見たこと。ああ、そうだ、チキだよ。ウタロイドのチキ。ウタロが実在してる？ナイスなリアクション、アンガトさん。というか変な容疑をかけないで最初からそっちに反応してくれ。紹介するぜ。二人も知ってるウタロってのは仮の姿。チキの正体はミラージュだ。ブルームパレスにようこそ。待ってたよ、お兄ちゃん。俺もお兄ちゃん？うん、お兄ちゃんって呼んじゃダメ？別に構わないよ。やった、ありがとうお兄ちゃん。お礼を言われることじゃないって。それより翼の危険を教えてくれてありがとう。ううん、私はそれくらいしかできないから。本当は私自身が助けに行ければいいんだけど、私はここでみんなの無事を祈ることしかできないから。それってどういう意味？私は他のみんなとちょっと違ってブルームパレスに縛られてるんだ。そんなことよりお兄ちゃん、クロムとシーダの記憶は？二人は記憶ある？クロムもシーダも自分がなぜここにいるのかわからないって。記憶を失ってるみたいだったけど。やっぱり。もしかしてチキも記憶が？うん、理由はわからないけど、ミラージュはみんな記憶が曖昧になっちゃってるみたいなの。それは不安だよね。うん。心配してくれてありがとうお兄ちゃん。でもね、大丈夫。クロムとシーダが見つかって、お兄ちゃんと翼お姉ちゃんはいい人そうで、今はとっても嬉しいよ。私、毎日遊びに来るからね。ありがとう、翼お姉ちゃん。自己紹介も済んだことだし、チキ、そろそろユニティの説明頼む。ユニティ？お兄ちゃん、パフォーマーを持ってるよね。あのね、パフォーマーっていうのは人の心に宿る表現力の結晶なの。そんなパフォーマーを人間やミラージュに合体させて新しい才能を開かせてあげる儀式、それがユニティだよ。新しい才能？簡単に言えば強くなるってことだね。
私は他のミラージュみたいに戦うことはできないけど、ここでユニティの儀式ができるんだ。ねえねえお兄ちゃん、早速私と一緒にユニティしよう。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。カルネージユニティって言うんだよ。新しいユニティ、忘れずにチェックしてね。このカルネージはもう持ってるよ。まだ見つけてないパフォーマーがあるみたい。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。クロム、俺に力を貸してくれ。今作ったカルネージ、ここでもう装備しちゃう？舞子さん帰ってきたみたいだな。話があるから事務所に戻ってこいってさ。もう帰っちゃうの？ごめん、でも必ずまた来るから。私もまた絶対に来るからね。うん、楽しみにしてる。またね。やっほー。舞子さん、人が悪いです。なんで芸能事務所のことを教えてくれなかったんですか？まあまあ、いろんなこといっぺんに伝えて混乱させるのも悪いかなって思って。それより、翼ちゃんのレッスン、予約入れてきたわよ。レッスン？うん、ダンスと歌をね。
翼ちゃんはアイドルとしてデビューさせることに決めちゃったから、正統派の青春派アイドルね。でもそんな急に。なれろ翼ちゃん、舞子さんのプロデュースの仕方はいつもこんな感じだぜ。事件のことは？残念ながら事件はいつ起こるかわからないのよね。だからとりあえずレッスンしましょう。翼ちゃんはアイドルいけると思うのよね。なんたって舞子さんがビビビって来ちゃったんだから。うちの事務所でアイドルとして活動してたらキリアに会える機会だって増えるわよ。やります。即答か。即答だ。ちなみに歌とダンスのレッスン、いつきくんも一緒に受けてくるのよ。え、俺もですか？うん、芸能の能力を高めることはミラージュマスターの能力を高めることにもつながるから、いつきくんにも意味があるのよ。それはどういうことですか？ミラージュマスターとしての強さはエンターテイナーとしての力に依存するのよ。エンターテイナーとしての力に。そもそも芸能はね、神事のための舞を源としているの。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。神の力を身に下ろす、ひょっとしてミラージュマスター？ええ、マスターがミラージュの力を使う原理は能の神下ろしに通じるものがあるの。だから歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を磨けば神下ろし、ミラージュの力を使う技術が高まるってわけ。簡単に言っちまえば、エンターテイナーとしてすごいやつはマスターとしても強いってこった。私たちが表向き芸能事務所をやってるのも伊達や水鏡じゃないのよ。ま、とにかくもうレッスンの予約2人分入れちゃったし、人生何事もチャレンジよ。初レッスン頑張ってきてね。いつき、翼ちゃん、骨は拾ってやるぞ。え？なんで七に赴く兵士を見送るような言い方？それは明日渋谷のレッスン場に行ってからのお楽しみ。フルコース頼んであるから期待してなさい。それじゃ今日は解散。
あなたがレッスンの先生ですか？シュラップ！まだ決めポーズの途中です。決め？いきますよ。バッドのシングもグッドにジューニーバリーグッドマン参上する。オリベ翼です。よろしくお願いします。オッケー翼、私のことはバリーと呼んでください。はい、バリーさん。バリーグッドマン知ってる人？うん、何年か前にキリアさんのライブにギタリストとして出てたから覚えてる。いろいろな伝説が残ってるんだよ。アメリカの超有名バンドの元ギタリストで、ソロアルバムでミリオンとか。でもその人もっと痩せてたような。本人なわけないよね。すばさん、それは私で。何キロ太ったんですか？翼。ごめんなさい。気にしないでください。私がファットマンになったのは事実です。うん、昔の話です。それでは次、そっちのボーイ、ネームプリーズ。青井いつきです。よろしくお願いします。マイクはルーキーにレッスンつけていました。ここに来た子、エビバーでルーキーズ。頑張ります。いい返事ですね。今日の私はやる気十分。通常の3倍速度と密度でいきます。通常の3倍？別に3倍じゃなくても。知ってましたか？今日は秋葉で人気アニメディアマジョイオハのフィギュアが発売される日です。特典付きの限定版は少しだけ。出遅れるわけにはいきません。はあ、オタクの何が悪い？何も言ってませんよ俺。限定版買えなかったら大絶望。さっさとレッスンを終わらせたいので協力してください。間に合わなかったらいつきにも行列に並んでもらいますよ。わかりました。3倍でいいです。マイコからはスパルタコースでって頼まれましたから、本当は3倍でも足りないくらいです。ビシビシいきますよルーキば分かるのです。翼の歌にはスズメの涙ほども魂がこもっていません。そんな歌はクソくらえ。いいですか翼、そつなく歌うだけならレッスン次第でできます。バツ、その歌に熱狂や感動がありますか？ないです。今の翼の歌がそうです。それじゃステージに上がる意味なせん。翼はもう芸能人です。お金をもらってパフォーマンスを見せるプロフェッショナル。プロとしての覚悟を持ちなさい。その覚悟がないなら今すぐ事務所を抜けて
芸能界をやめやがれ。それはダメ。私はお姉ちゃんを探したいんです。だから。翼の都合なんて私知らない。今の翼の歌は自分のための歌です。メッセージが込められてません。自分のため。メッセージってどうやって歌に込めたら。答えを聞いては意味がありません。感じるのです。いつきも翼が言われてるだけと聞き流すなよ。あ、はい。それではワンモートライ。はい。ストップ。このまま続けても時間の無駄。アニメ見てた方が有意義ですね。次も私のレッスンを受けたいならディア魔女イロハ見て勉強してきてください。ごめん、いつきくん。私のせいでバリーさん怒って帰っちゃった。気にするなって。矢面に立ったのが翼だっただけだよ。はあ、アイドルって大変なんだね。なんかいろいろ考えちゃった。もしかして綾葉さんのこと。うん、よくわかるね、いつきくん。まあなんとなく。お姉ちゃんこんなに厳しい世界で生きてたんだなって。ガツンとやられちゃった感じだよ。レッスンも実際のアイドル活動も大変だったのかもしれないけど、そんな素振り全然見せなかったから。家にいる時はいつも優しくて、テレビで見る姿はキラキラしててかっこよかったし。はあ、やっぱり私お姉ちゃんと違ってアイドルに向いてないみたい。俺は翼を見てると楽しいよ。だからアイドル結構向いてると思うけど。見てると楽しいって褒められてるのかな。でも元気づけようとしてくれてありがとう。そういうところ本当に変わらないよね。うん、私もうちょっと一人で考えてみるね。またね、いつきくん。お疲れ。お疲れ様です。何？大玉では助けてくれてありがとうございました。気にしなくていいわ。それよりさっきあなたの友達とすれ違ったんだけど、大丈夫？ずいぶんへこんでたみたいだけど。バリーさんにレッスンを受けたんですけど、怒られてばかりで。ま、それがバリーの仕事だからね。ね、一番近くであの子の歌を聴いていたあなたはどう思ったの？うまかったと思います。そこまでひどく言われるものではなかったと思いますけど。なるほどね。ね、あなたたちは歌手になりたいの？俺は違うけど、まあそんな感じです。そう、歌手の歌は言葉なのよ。え？歌手としての彼女は生まれたばかりの赤ん坊で、だから言葉というものをまだ理解できてない。だけど赤ん坊にだって感情はある。それを伝えるために彼らは泣くでしょ。
あ、はあ。だから彼女は泣くように歌えばよかったのよ。その訴えをバリーは絶対に聞き逃さないから。つまりレッスンの前に翼を泣かせればいいと。受け取りなさい。デートの誘い？それは私のライブのチケット。ライブ？あの子と二人で来なさい。そのライブから何を得るかはあの子次第だけど。だけどあの子なら。ん？いえ、なんでもない。共演相手の剣やしろは超一流のアーティストよ。これからマスターとしてやっていくつもりなら、あなたにも得るものがあると思う。それじゃ、これからリハーサルだから。
いらっしゃいませ。キーホーマートへようこそ。今日はどんなご用かしら。お買い上げかしら。毎度あり。お買い上げかしら。毎度あり。他に用はあるかしら。いかがかしら。どうするの。どうするの。どうするの。他に用はあるかしら。ありがとうございました。こんにちは。ねえ、あのさ、
いつきくん。それにしてもすごい熱気だな。キリアと剣やしろの合同ライブだよ。当たり前だよ。キリアさんも言ってたけど、そんなにすごいのか、その剣やしろって。こんなライブ畑中八房じゃなきゃ打てなかっただろうな。畑中八房。翼が進めてた理由がよく分かったよ。でしょ？キリアさんを歌うだけで、ステージに立つだけで、たくさんの人にパワーをあげられるの。翼？翼、どうかしたの？私も聴いている人を元気にしてあげられる歌、歌ってみたい。キリアさんみたいに輝きたい、ステージの上で。翼、決めた。私決めたよ、いつきくん。だからこの前に言ったことは忘れて。この前？お姉ちゃんと違って私はアイドルに向いてないって言ったこと。見ててね、私絶対にアイドルになるから。キリアさんみたいにできるかわからないけど、ファンの一人一人に喜んでもらえる、元気をあげられる歌を歌えるようになるから。なれるさ、応援するよ。今は何をしてやれるかわからないけど、きっと翼の力になる。いつきくんの応援があれば100人力だよ。
自力で正解にたどり着いたみたいね、翼ちゃん。舞子さん、キリアがこのライブを通して伝えたかったもの、それはきっと今あなたが感じているものよ。そしてそのパフォーマーは翼ちゃんが自分だけの正解を見つけたという証。あなたはたった今新しい才能の扉を開いたのよ。新しい扉。さあこのまま次の八代くんの。何あれ。俺たちにしか見えてないのか。あれ、体が誰。ああ、全部めんどくさい。でもなんでこんなにめんどくさいんだろう。何なのあれ、ミラージュの攻撃。でもあんな現象は見たことない。逃がさないわよ。逃がさないと言っているでしょう。どうしてあなたが。私の邪魔をしないその女からは大量のパフォーマーを感じるわ。殺さず生け捕りにするのよ。私の邪魔をしないでって言ってるでしょ。いつきくん、遠野くん。お姉ちゃん、翼。ギリアさん。何をしているの。ここは戦場なのよ。そんな、キリアさんが。キリアさんが。ひどい怪我だ。一旦戻って体勢を立て直さねえと。追いなさい。何かが起ころうとしている。今逃げ出したら渋谷が、いえこの世界がどうなるかわからない。でも私たちだけであんなにたくさんの敵、それにお姉ちゃんだって。待たれてるんじゃないわよ。
5年間ずっと探してたんでしょ。アヤハを救いたくても力がなかった。手がかりすらも。だけど今はそうじゃない。だったらどんな障害があったとしてもあなたは追わなくちゃいけない。今のあなたたちはミラージュマスターよ。望もうが望むまいがもう当事者なのよ。だったらその運命を呪うのではなく運命を超えなさい。キリアさん、アヤハをよろしく。早く帰ってこいって伝え。キリアさん。キリアのことは任せて。みんなあとは頼んだわよ。気をつけてね。任せてください、マイコさん。ヒーロー的にはこっから逆転タイムなんで。俺たちがやるしかないんだ。大丈夫だ翼、俺たちがついてる。行こう。ここが…お姉ちゃん、どこにいるの？いつき、翼から目を離さないで。わかった。クロム、力を貸してほしい。ああ、任せる。よっしゃ！俺たちも気合い入れてこうぜ、カイン！おお！誰よりも早く戦場を駆け抜けるぞ。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。槍の刃よ。セッション行きます。決まった。バンバンバン。こいつ初めて見るぜ。信じるぞ。やってみる。バッチリ合わせるからね。走れ代行。よし、私から行くね。これで勝てるか。カインと訓練したんだぜ。消費したカロリーで特大パフェは無理そうね。
シーダに教わった。よかった、一歩一歩着実に。せい、気をつけろ。戦いは回避できたか。せい、はい、あのさ、はい、敵が現れた。やっ、や初めて見るやつだ。慎重に行こう。セッション行けるぜ。セッション行けるぜ。クラブ解き放つ。おお衝撃一丁止め。よし、まだいける。ありがとう。俺に任せて。ありがとう。私、頑張るね。初めて見るぞ。やってみねえとわからねえな。全て焼き尽くす。しまった、結構手強いかも。失敗しないといいな。シーダに教わった通りだ。
どうしよう。一か八かで。イカズチよ。追撃追撃。足を引っ張らないようにしないと。決めてみせるよ。俺に任せて。まだいける。今度こそ。逃がさないんだから。敵の動きをよく見るんだ。わかった。この日を逃すな。一番やり。そう。弱点発見。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても。いけるいける。任せて。サンキュー、助かった。早く倒さなきゃ。セッション、いけるぜ。この間合いなら。この日を逃すな。俺に続け。いいぜ、いいぜ。たぎるぜ。弱点発見。俺たちの敵じゃねえな。リツキ、近いぞ。戦いは回避できたか。やっ、いきなりか。セイ、一気に片付けよう。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。合わせるからね。クロムみたいに。ここか。私から行くね。決まった。早く倒さなきゃ。準備 OK だよ。光の刃よ。これだな。みんなついてきて。これで。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。くらえ。どうよ、毒に侵される気分。待たせて。決まった。なんか初めて見るのがいるよ。やってみねえとわからねえな。私のやりさばき。俺から行く。行ってくれ。俺や。よし。頑張った成果が出ると嬉しいよね。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか、
俺が力になる。行くぞ。どうよ、俺の槍は。どうよ、毒に侵される気分。私だって大成功。こんな時は。よし、シーダに教わった。うんうん、まずは俺に言ってくれ。まだまだ。いいぜいいぜ。クロム、まだいけるか。無論だ。その技でいきましょう。クロムみたいに。ビビってなんてねえぞ。この日を逃すな。どうよ、俺の槍は。弱点発見。ついてきて、頼んだ。そうね、いいわね。俺たちの敵じゃねえな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。気をつけろ。やるぞ、イツキ。ああ、その技でいきましょう。遅い。ここか。セッション、いきます。決まった。俺たちなら勝てる。力を貸してくれ。おう。浮かせ。どうよ、毒に侵される気分。うわ、次はどう攻める？そうだな、貫くよ。やった、倒せた。みんなで掴んだ勝利だね。や、敵だ。不意打ちに気をつけろ。はっ、敵が現れたぞ。
戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。よし。おーい、誰か助けてくれ。なんだこの声。誰でもいいから、その化け物をどうにかしてくれ。助けよう。すごい威圧感だ。だけど、それよ、準備 OK だよ。クロム解き放つ。うー、セッション行きます。決まった。勝って帰ろうぜ。やった、バッチリ。それいつでもいいぞ。もらった。聞いたぜ。ついてきて。行ってくれ。絶対決めるね。いいわね。この戦い絶対負けられないよ。よし、私のやりさばき。それ苦手なんだね。トーマ任せろ。やり、どうしよう。くらえ。こいつはやべえ。よし、やった。それよ、もらった。聞いたぜ。ついてきて。どじるなよ。もう一つおまけ。大成功。マジかよ。トーマくん、任せて。よし、まだいける。次は、次の手はどうや。そうだな。それよ。はあ。逆転発見。まずは俺。よろしく。絶対決めるね。決まった。簡易翼の力見せてあげましょう。いつでもいいぞ。シナ、かわせないよ。いいわね。始めよう。よろしく。まだまだ。殲滅完了。これで一件落着だね。なんとかと。ありがとう君たち。あれ、よく見るとあなたはもしかしてトーマの知り合い。畑中八草さん。この業界じゃ知らない人はいない超敏腕プロデューサーだよ。今回のライブの仕掛け人でもあるんだぜ。お会いできて光栄です、畑中さん。名前だけ一人歩きしてる感じだな。まあそんな大した人間じゃないよ。と、それより一体何が起こってるんだ。106で騒ぎが起こって逃げ回ってたろ。なんて説明したらいいのか。この場所から出られますから。あ、おう、わかった。
敵だ。てあ、一気に決めろ。てあ、てあ、敵の敵だ。一気に決めろ。ひとまずは安全か。気をつけろ。おい、見ろ、あそこ。お姉ちゃん。待て、翼、一人じゃ危険だ。でも、いつきくん、お姉ちゃんが。落ち着くんだ。焦っても綾葉さんは助けられない。ごめん、あんな姿になったお姉ちゃんを見てたら、キリアさんのこととかいろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ、いつきくん、小学生の頃、今と違って私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでると、お姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃって、お姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だから、もしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら、私は絶対に許さない。その様子なら心配いらないな。心配って？もっと落ち込むかと思ったよ。落ち込んでる暇なんてないよ。だって私、キリアさんやマイコさんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる。俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあ、トーマ。ああ、もちろんだ。絶対お姉さんを助けようぜ、翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。ひとまずは安全か。敵だ。てな、一気に決めろ。てな、せい。戦いは回避できたか。
俺が力になる。行くぞ。敵だ。一気に決めろ。少し広いところに出たけど、本当にこっちで合ってるのかな。いや、ビンゴだ。あそこを見ろ。お姉ちゃん、やっと追いついた。あら、ずいぶんと可愛らしいお客さん。この頭痛。お姉ちゃん、お姉ちゃんだよね。私だよ、妹の翼だよ。誰なの、あの子。知らない。うん、違う。私、あの目を知ってる。あのまっすぐな目を。まるで。そうだよ、お姉ちゃん、迎えに来たの。だから一緒に帰ろう。でも違うよ。翼はもっと小さくて可愛い。教えてあげるわ、お姉坊さん。あやが寝ていた間にこっちでは5年もの時が過ぎてるのよ。5年。つまりね、あの子は綾華の妹よ。あ、は、お姉ちゃん。やめて、翼。その目で見ないで。私をこれ以上追い込まないで。頑張ってる。取り付いているミラージュのせいかもしれない。あら、ひどい言い草ね。人のせいにする男ってモテないのよ。私はアヤハを操ってないわ。だって私たちはパートナーだもの。じゃああれがアヤハさんの本心だって。違うよ、イツキ君。こんなのがお姉ちゃんの本心のわけがない。だって私は知ってるよ。お姉ちゃんが毎日夜遅くまでたくさん練習してたこと。お姉ちゃんはいつだって前向きに頑張ってた。頑張ればうまくいくの？違うでしょ。練習で得られるのは虚飾の安堵。単なる自己満足に過ぎないのよ。そうよね、アイア。夜遅くまで練習したのは、そうしないと不安で眠れなかったから。私より可愛い子が何人も消えていく。私より歌が上手い子が何人も潰れていく。私なんかがアイドルをやろうなんておこがましいってすぐに気づいたわ。それなのにみんなは無責任に期待して重いの。私には背負いきれない。これ以上幻想を押し付けるのはやめて。私に才能なんてなかったのよ。そんなことない。アイドルをしてた時のお姉ちゃんはキラキラ輝いてた。
歌ってる姿からこの仕事が好きだっていうお姉ちゃんの気持ちが伝わってきた。何を言おうと無駄よ。あやかはそんな軽々しくて無責任なあなたたちにうんざりしてるの。違う、そんなの信じない。私が信じるのは私が見てきたお姉ちゃんの姿だけ。才能なんて関係なく、お姉ちゃんはアイドルだよ。可愛くてかっこよくて大好きだから、今でも私はお姉ちゃんの大ファンだもん。音が聞こえる。これは翼の声。よろしくないわね。聞こえる？聞こえる？どういう意味？邪魔なんてさせないわ。私たちにはやるべきことがあるのよ。どいて！私はお姉ちゃんを連れて帰るんだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで、一か八かで。難しいかも、難しいかも。一か八かで、一か八かで、一か八かで。走れ雷光。こいつ、初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。燃えろ！俺の花だ！やっとお姉ちゃんを見つけたのに、邪魔しないで！失敗しないといいな。任せて！ミラージュアタック、いけるぞ。了解。よし、クロム解き放つ。おお、衝撃いい。よし、いいぜいいぜ。やってみねえとわからねえ、やってみねえとわからねえな。貫け。おおよ、毒に侵される気分。次はどう攻める？そうだな、かわせないよ。さて、よし、クロムみたいに。時を逃すな。俺から行くぜ。よし、ライガの動きを思い出せ。やってみねえとわからねえな、やってみねえとわからねえな。浮かせ。落ち着いて集中して。次の手はどういう？そうだな、やってみねえとわからねえな。たぎるぜ。一気。まだった。お
俺に任せて。今度こそ貫くよ。どうしよう。一か八かで落ちろ。ラスイチ下げるぜ。足を引っ張らないようにしないと。助かった。これならいいね。クロム、俺がお前を守る。一か八かでクロム直伝だ。気合い入れろ。俺たぎるぜ。うわ、あと一体。シーダ、教わった通りに。油断するなよ、トーマ。分かってるって。全て焼き尽くす。ジャックル、どうしよう。行かずしよう。逃がさないんだから。インチキ、まだだ。クローム直伝だ。よし、倒したぞ。なんだか照れくさいな。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。早くお姉ちゃんを追わないと。翼、ちょっと待ってくれ。追うのは賛成だけど、一度落ち着いた方がいいかもしれない。綾葉さんについて少し気になったことがあって。気になったこと？綾葉さんに取り付いていたミラージュ、嫌味な感じだった。うん、それは私も同感だけど。もったいぶっといて言いたかったのそれかよ。それだけじゃない。もう一つ気になったんだけど、俺たちの声、綾葉さんに届いてないんじゃないかな。思い出してみてくれ。綾葉さんはあのミラージュには従ってたけど、翼の言葉には答えを返していなかった。言われてみればそうかも。だけどどうしたらお姉ちゃんに声を届けられるの？歌というものがあるわ。シーダ、翼の姉を思う気持ちと焦り、今も私に伝わってきてる。だからこそその思いを歌に乗せればいいと思うの。思いを歌に乗せる。キリアのライブを見て
歌には言葉に特別な力を与える効果があるように思えた。それは俺たちの持つ戦う力とは全く異なる力だ。キリアさんのライブ、うん、私歌ってみる。私の歌で今度こそお姉ちゃんを助けるんだ。この光はライブの時に出てきたパフォーマー？いつき、確かチキのユニティには才能を開花させるものがあったはずだ。このパフォーマーを使えばもしかしたらミラージュの力を破れる歌を。うん、試してみようよ。